はい、皆さんこんにちは。一般社団法人動きの骨協会長崎の理学療法士の牧野真也です。このですね、コロナの影響でですね、皆さん本当に大変だと思います。でもですね、こんな時だからこそ、自宅でですね、できる、脳梗塞のリハビリをですね、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひ実践してみてください。今日のお悩みなんですが、階段ですね、階段に関するお悩みになります。階段をですね、登るときに麻痺側の足でですね、麻痺側の足で、踏ん張るときにですね、踏ん張るときになぜかですね、フラフラして安定しないという、お悩みに対してですね、麻痺側の足でしっかりと、支えられるコツをお伝えしていきたいと思います。それではですね、早速実践していきますが、今回はですね、右側の方を麻痺側の足ですね、そして左側の方を、いい方の足としたいと思います。はい、でそれではですね、早速実践していきます。ちょっと後ろを向きますが、はい、このようにですね、麻痺側の足で支えて、いい方の足を一歩上の段にですね、一つ上の段に出すときにですね、この方はですね、麻痺側のかかとがですね、浮いて、そしてですね、そのままですね、いい方の足を出したときに滑ってしまっていたんですね。これがですね、麻痺側の足が、フラフラしてしまう原因だったんですね。これなんでこういうことが起こるかと言いますと、麻痺側の足でですね、踏ん張りすぎるがためにですね、つま先立ちのようになってしまっていたんですね。で、そうなるとかかとが浮いてしまって、そして滑ってしまうということが起こっておりました。ではこれをどうしたらいいか、解決方法を今からお伝えしていきたいと思います。解決方法はですね、しっかりと麻痺側の、足のかかとですね、かかとをしっかりとつけるということが、ポイントになります。これですね、よくわからないなという方は一度いい方の足で確認してみましょう。いい方の足で体重を乗せていったときにどうでしょうか。いい方の足はかかとしっかり体重が乗って、それとですね、足の裏全体にも体重がしっかりと乗っていると思います。それをですね、確認したら次はもう一度ですね、麻痺側の足で確認してみましょう。麻痺側の足でしっかりと体重を乗せていきます。するとどうでしょうか。先ほどはですね、かかとがあまりついている感じしなかったのが、今はですね、しっかりと体重が乗って、そして足の裏全体がですね、ベターっとついているのではないでしょうか。これが確認できたらですね、確認できたらかかとついたまま、足の裏ついたまま、いい方の足を一つ上の段に乗せてみましょう。するとどうでしょうか。さっきまではですね、ぐっとこう踏ん張ってしまって、かかとが浮いて滑ってたのが、今はしっかりと足の裏しっかりとついた状態で、滑らずに安定して支えているのではないでしょうか。これができれば大成功です。もしですね、この方法で、うまくいかなくてもですね、安心してください。今お伝えしたのはすごく簡単にですね、まとめたものになりますので、あなたのですね、お困りの症状、お体の状態をですね、詳しく、お聞かせいただけると、しっかりとですね、アドバイスを、お伝えできると思いますので、もしうまくいかなかった、しっかりとこう体重を乗せることができなかったという方はですね、こちらの方にですね、無料の電話相談を行っておりますので、長崎の牧野までお気軽にお問い合わせください。
それでは、今日の動画はこれで終わります。また、お会いしましょう。